CBC テレビアナウンサーの石井亮次です。今回紹介するのはこんな知財です。ではあとは特許くんよろしく。改めまして特許くんです。今回紹介する知的財産はこちら、複合機能型太陽光発電装置。この技術を開発し特許を取得し、それを開放しているのは東京都品川区に本社がある SMK 株式会社さんだ。電気通信や電気機器用部品の製造販売をしていて、旧社名を昭和無線工業といって、その頭文字を取って SMK さんだ。さらにその前の社名が池田無線電気製作所で、創業はなんと大正14年、三島由紀夫や江崎レオナといった歴史上の偉人が生まれた年に創業し、今も発展しているすごい会社なんだよ。ちなみに全然関係ないけど、脚本家の橋田壽賀子さんも大正14年生まれ。それもすごいよね。突然ですが皆さん、電力会社に頼らずに電気を自分で賄おうと思ったことありませんか？特に太陽光発電は地球に優しいし、全部じゃないけど一部でも太陽光でって思ったことある人割といるんじゃないかな。でも家や会社のビル壁面に設置される太陽光発電装置は交換が困難で、やっぱりやめたって思っちゃう人も多いよね。え？装置の交換が簡単で、その他の複合機能も実現できる太陽光発電装置の技術がすでにあるって？それを開発したのが SMK さんなんですね。 SMK さんが開発した薄くて軽い小型太陽電池ユニットは、太陽電池組み込み体と枠で構成されていて、複数のユニットを組み合わせて全体の装置ができる仕組み。その装置は家やビルの窓に簡単に設置できる上に、ユニットのいくつかを発電以外の機能を持つユニットに組み替えて多様な機能を実現できるんだ。例えば有機 EL や LED などの照明を組み込んだり、デジタルサイネージを組み込んで広告媒体にできたり、センサーカメラを組み込んで防犯対応ができたりする。技術はまだ基本構想段階で実用化実績はまだないとのこと。でも可能性が無限に広がっているよね。素晴らしい未来の可能性を追求する SMK さん、すごいね。興味を持ったあなた、そしてあなたの家族や友人が勤めている会社がこの技術を知ったならば、なんだかすごい商品を発明しそうだと思ったあなた、こちらへお問い合わせください。ではまた。特許くんでした。